あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ほいってことで、また続きやっていきましょう。びっくりマークが出とる。ねえねえあゆな、素材集めるに歩き回って、もうそろそろお腹が空いた頃じゃない？お腹？え、自分のお腹が空いただけだろうって？そんなことないもん。ちょっぴりお腹が鳴っただけだもん。それをお腹が空いた状態って言うんだ。この辺りの木には桃柿の実がなるの。桃柿の実。小さくてお腹はあまり膨れないけど、甘くてとっても美味しい実なんだ。お腹膨れんのやったら意味ないやん。お願いアイナ、私に桃柿の実を5つ持ってきて。5つ ?1 個じゃ足りんけんってことか。桃柿の実は木の下に落ちている桃色の実です。近くにないか探してみると良いでしょう。桃色、あのマークね。オッケー。木の下。ん？あれ落ちてない？落ちとるよね。あ、しかもめっちゃいっぱいあるやん。やったね。でも近くにドラキーが。拾えね。ちょっと待って、倒しとこっか。あ、なんかゲットした。やった。あ、なるほどね。これも一回こうやらないとダメなんだ。桃柿の実一気に集まった。イェーイ。あ、いたいた。そこからは出てこないんだね。桃柿の実を持ってきてくれたんだ。これ、もらってもいい？いいよいいよ。っていうか、依頼されたから取りに行ったんだよ。うわぁ、ありがとうアユナ。実は私、お腹がペコペコだったんだ。実はって言わなくてもわかる。で、これ一段下におる？それじゃあ、はい、これ。何？これはアユナの分だよ。お、分けてくれるんか。アユナだとお腹が空くでしょ？美味しいからあなたも食べてみてね。ありがとう。空腹を感じ始めた。お、クエストコンプリート、桃柿の実、3個。あ、一応多い方をくれたんだね。満腹度に注意。時間が経つと次第にお腹が減っていく。左上の満腹ゲージを確認してお腹が空いたら食料を食べて回復しよう。あ、なるほど、そういう感じ。これ、桃柿の実、食べる。10% 回復。あれか、なんか、不思議のダンジョンみたいな感じで。どこだ？不思議のダンジョンみたいな感じでお腹が空いていくんやね。入れた。またびっくりマーク出とるよね。ちょ、自由気ままに動きすぎだから。下にいるのか。ほい。ねえねえ、アユナ。アユナは周りの木や草を素材にして物を作れるんだよね。そうそう。これからはたくさんの素材が必要になってくると思うし、素材を入れておけるものがあったら便利だと思わない？まあね。今手持ちの分しかないってことやろ。え？どうしてこれからたくさんの素材が必要になるのかって？それはまだ秘密。ねえ、素材を入れておけるものを何か作れない？彼女の言う通り、部屋の中に素材の保管場所があるとエグに立つかもしれませんね。あなたなら何か思いつくのではありませんか？何何？お。収納箱をひらめいた。もう教えてもくれないんだね。これはもう作れるの？ここセーブだった。作る。作れねえ。しかも登っちゃったよ。収納箱。お、作れる。収納箱を1個作った。作ったよ。ほい。話す。収納箱ができたんだ。これで持ち物が増えてもここに入れておけるね。あゆな、実は私ね、ずっと考えていたことがあるんだ。なになに？この世界に昔、何があったのか私はよく知らないけど、悪い人たちがこの世界から光を奪ったせいで、今生きている人たちはみんな自分が生きていくのが精一杯なんだ。誰かを助けようともしないし、協力して一緒に生きていこうともしない。私ね、そんな世界ってすっごくつまらないって思うの。だからね、アユナ、街を作ってみんなで暮らせたら楽しいと思わない？アユナがいれば夢が叶えられそう。私と一緒にここに楽しい街を作ろうよ。ん？君も作ってくれるのか？実はね、そのために素材がたくさんいると思って収納箱を頼んだんだ。さーてと、アユナも協力してくれるって言うし。言ってねー。素敵な街作りのために何ができるか、私も考えてみなくっちゃ。まず物が作れないとね。え？もちろんアユナも協力してくれるよね。ね、ね、ね。
うるさい。クエストコンプリート。太い枝2本。で？ねえ、アイナ、ここに大きな町を作っていくために、私でも協力できること何かないかな？物が作れるようになってください。例えばね、私も何か物を作れたら、アイナに役に立てると思うの。そうそう、それだよ。それでね、アイナ、私、作業する部屋の絵を描いてみたんだ。お願い、アイナ。私が描いた設計図通りの部屋を新しく作って。設計図？あなたの力で彼女にも物を作る意志が芽生えたようですね。設計図は三角ボタンで地面に広げることができ、これは何ボタンって言うんだ？まあコントローラーの真ん中のとこを押すと内容を詳しく確認できます。設計図を使うときは設計図通りに物を置き、部屋を完成させてください。部屋は拠点の中に配置するようにしてください。外に配置すると部屋として認められません。この明るい場所にすればいいってことよね。作業台は旗の近くの石の作業台を叩いて外してから置き直してくれるかな。置き直せるんや。あと部屋には扉と明かりが必要だけど、材料があればアイナならきっと作れるよね。はあ、頑張ってみましょう。ピリンの設計図を手に入れた。ん？藁の扉をひらめいた。そっか、扉も今回は作らんといかんのか。なるほどね。んじゃあ設計図、設計図ね。あ、なるほど、これで敷くんだね。じゃあこの辺に、あ、なるほどね、この形にブロックを積み上げていけばいいと。足りんくね。あ、ブロックっていうかこれ土なんや。マジか。なになになに、ドスドスしてるの。じゃあちょっととりあえずこの辺からまず外堀を埋めていこうじゃないか。下手くそか。よし。ああ、もう足りなくなるよ。え、なに？夜が来る。日が落ちて夜になると視界が悪くなり、強いモンスターもたくさん現れる。部屋の中のベッドで眠り、朝を待とう。なるほど。なくなったな。ちょっと切り崩しに行こうか。この辺でも。何個ぐらいいるかな？全然できてないわ。でもあんまり崩しすぎてもさ、自分がフィールド上移動できなくなるよね。その辺は気をつけておこう。めっちゃ遠吠え聞こえる。何のモンスターの遠吠えだ？何？どこ？おい。おし。あんなとこにも。とりあえず18個。獲得した。街の中っていうか、この拠点の中には入ってこんのかな、モンスター。てか、このさ、手前のものがちゃんと透けてくれないっていうのがちょっと邪魔だよね。よし。あ、そういえばこっち上作ってなかったわ。ほい。この手前のものがドーンって被さってくる感じが。おう。あ、日が暮れた。ん、ガチャって言ったよ。ちょ、見えねえ。真上すぎるね。よし。こんな感じで。お、いい感じじゃない？この辺草ちょっと邪魔だわ。あ、もしかしてこっちも？あ、だよね。え、またしても足りねえ。しかも、強度が。よし。こんな感じだね。足りないなぁ。足りないなぁはいいんだけど、モンスター出てくるかな。まあ、とりあえず、よいしょよいしょ。何個ぐらいあったら足りる？お、めっちゃ掘り進めていく。めっちゃ地形変わってくけど。大丈夫っすか。17個取った。よし、続き。全然寝ない私。大丈夫？ん？今の上にやった？やったのか。L1 押してなかった気がしたけど、気のせいかな。おいし。この微妙な調節が。お、いい感じでできてきたよ、枠が。まだ枠だけやけどね。
ないじゃないか。マークが出ないって思ったらなかった。おー、なんかね、自分で素材を集めに行かないといけないっていうのがちょっとね。よし。それぐらいめんどくさがるなよって話やけど。ま、結構ね、ちょっと出ていったら集まるんやけど、素材。ん？何？落ちてた？花びら。んで？あ、ここもか。ここ。あ、上先にやっちゃった。ま、これで。できたよ、外堀。え、外ができて、次。あの、なんか扉を作んないとダメなんだよね。扉、作る。何の遠吠えがしてんの？狼男か。藁の扉。丈夫な草が、あと一ついる。丈夫な草。ん？これそうじゃない？違う？あ、違うね。違うね。丈夫な草じゃなくて、あれ、枝だね。太い枝だね。これか。よっしゃ、あったー。だいぶ暗いんだけど。ね、めっちゃ暗いんですけど。なんか、マインクラフトは、ゾンビが来るみたいな、聞いたことあるけど、これは、モンスターが周りをうろうろしよるだけなんかな。あ、ちなみに私は、あ、そっか、言ったか。言ったね。マイクラもやったことがないっていうのは。え、夜が明けちゃった。夜が明けてしまったよ。ほら、もう起きてきた。私、徹夜で作業してる。で、ここに、藁の扉を。どの辺よ。つけれる？つけれてる？外側からやらんかったらあれなんかな。ちょっと変な向きの扉になったりするかな。できてる？そんな奥行きなくていい。これだ。へい、扉ついた。やったね。ほら、こんな感じ。んで、あとは石の作業台を、これをちょっと破壊して、初めて石の作業台を手に入れた。んで、これを置く。おし。んで、あ、あとは、収納箱と焚き火。焚き火？ないよ、そんなの。作れるのか、それも。収納箱ね。で、焚き火。あ、作れる！太い枝と青い油。あ、あれ、スライムと戦った時に落としたやつよね。青い油なんや。焚き火を1個作った。押して、それをここに置けば、よろしいと。完成！おー、やったね。設計図、ピリンの設計図が完成した。石の工房を初めて作った。イエーイ。石の工房、物を作るための部屋。みんなも興味津々だ。住人が家具や素材を収納箱に入れてくれる。できたよ。お、走ってきてる来てる。ほい。やった！作業部屋ができたんだ。ありがとう。私の設計図通りだね。設計図を完成させることで、町の住民もあなたの手伝いをしてくれるようになるでしょう。てか、物を作るっていう概念がないのに、こういう、なんていうん、こういう間取り図みたいなのを書けるんや。設計図の完成や、物作りに足りない素材があるときは、町の周りを探して素材を集めるか、近くの魔物を倒すことで、新しい素材や魔物が持つアイテムを手に入れることができます。魔物を倒してもアイテムが出るんか。で、それも素材なわけだ。アユナが用意してくれた作業部屋で私も何か物を作ってみるよ。夜になったら収納箱に入れておくから時々確認してみてね。あ、なるほど。素材を集めてきてくれるんじゃなくって作ったものを収納箱に入れといてくれるの。ボロ切れ。へえ、今度からこの場所で君は何かを作り出すのね。はい。ということで、うわ、めっちゃなんかしよる。はい、ということで、よいしょ。こ。角度が。はい。今回はこの辺で終わりたいと思います。もうちょっとこの辺かな。はい。今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかすごいよね、人めっちゃ自由気ままに動き回るよね。